神道。神道は日本の宗教。教典や具体的な教えはなく、回想もおらず、神は800万の神、自然や自然現象などに基づく多神教。自然と神とは一体として認識され、神と人間を結ぶ具体的作法が祭祀であり、その祭祀を行う場所が神社であり、聖域とされた。 神道は古代日本に起源をたどることができるとされる宗教である。宗教名の多くは日本語では何教と呼称するが、宗教名は神教ではなく神道である。伝統的な民族信仰、自然信仰を基盤に豪族層による中央や地方の政治体制と関連しながら徐々に成立した。また、日本国家の形成に影響を与えたとされている宗教である。 神道には確定した教祖、創始者がおらず、キリスト教の聖書、イスラム教のコーランにあたるような公式に定められた、聖典も存在しないとされるが、古事記、日本書記、古語周囲、専務用といった、神典と称される古典群が神道の聖典とされている。神羅万象に神が宿ると考え、天神神、国つかみや祖霊を祀り、祭祀を重視する。 清明正名を、清く明るく正しく直区を特目とする。他宗教と比べて、現世主義的といった特徴が見られる。神道とは、神羅万象を、神々の体現として享受する、維新の道、神ながらの地、神と共にあるの意であると言われる。教えや内実は、神社と祭りの中に伝えられている。五箇条の五星門や、よく知られているわらべ歌、わらべ歌、東梁瀬など、 日本社会の広範囲にわたって、神道の影響が見受けられる。神道は、奈良時代以降の長い間、仏教信仰と混交し一つの宗教体系として、再構成されてきた神仏集合。一方で、伊勢神宮のように早くから、神仏分離して神事のみを行ってきた神社もある。明治時代には天皇を中心とした国民統合を図るため、すべての神社で、 神仏分離が行われた。神道と仏教の違いについては、神道は遅延、血縁などで結ばれた共同体、部族や村などを守ることを目的に信仰されてきたのに対し、仏教は主に人々の安心実名や魂の救済、国家鎮護を求める目的で信仰されてきたという点で大きく相違する。神道は日本国内で、 約8万5千の神社が登録され、約1億600万人の支持者がいると、宗教年間、文化庁には記載があるが、支持者は神社側の自己申告に基づく数字であり、地域住民をすべて、うじ子とみなす例、初詣の参拝者も、神徒数に含める例、お守りや御札等の呪具の売上数や、半部数から算出した、想定神徒数を計算に入れる例があるためである。 このため、日本人の七割程度が無信仰を自称するという多くの調査結果とは矛盾する。神道は以上のような分類をすることができるが、今日、単に神道といった場合には神社神道を指すことが多い。また、何に重きを置くかによって、祭り型、教え型という分け方も提唱されている。以上のように分けられる。なお、道系の土神道は、 上記の家元神道の一つではあるが、教え方とも祭り方とも決められるものではない。神道の起源はとても古く、日本の風土や日本人の生活習慣に基づき、自然に生じた神観念である。このためキリスト教、仏教のような階層が存在せず、縄文時代を起点に、弥生時代から古墳時代にかけてその原型が形成されたと考えられている。 神道という名称については、神ながらの道、神道という意味である。中国の液教や神女の中に見える神道は、神、怪しき道という意味であり、これは日本の神道関連とは性質が異なる、別個のものである。同様のケースに、卑弥呼の時代の宗教観に対し軌道という表現がなされるが、これは当時の中国における軌道が、 異国の諸宗教に対していられていたことからも、日本での故障とは、全くの別物であることがわかる。日本における、神道という言葉の書見は、日本初期の陽明天皇記にある、天皇、仏法を、神、受けた麻痺、神道を尊びたものであるが、このように外来の宗教である仏教と対になる日本、方の信仰を指したものだった。解釈は多様であり、 仏教や儒教に対して、日本独自の宗教を神道とする説、稲作のような自然の理法に従う営みを指して、神道とする説などがある。明治20年代、19世紀末になると、西欧近代的な宗教概念が、日本でも輸入され、宗教としての神道の後も定着し始め、同30年代、20世紀初には、宗教学が本格的に導入され、 学問上でも、神道の語が確立した。もともと、神道には、イエス・キリストや釈迦のようなカリスマ的創傷者が存在しなかった。政権による土着の民族信仰との支配的な再生一致が行われた神道が競技を言語で統一的に定着させなったのは、古代より、神ながらことあげせぬ国だったからであるとも言われている。そのため、 外来諸教と融合しやすい性格を有することになったとも言う。神道のような土着の民族信仰と宗派宗教の平尊令は世界各地で見られるものであるが、その多様性は得意なものである。実際には仏教公伝の当初から廃仏派の者のべしと数仏派の蘇我氏の間で構想もあった。中世には伊勢新党をはじめとして吉田新党などの諸派が 半本寺衰弱説など複雑な教理の体系を作りげてゆく。近世後期には平田篤種がキリスト教の最後の審判の観念の影響を受けた有名審判思想を唱えたり、その門人等が雨のナ中ヌシの人を創造神とする単一神教的な観念を展開するなど近代に連なる距離の展開を遂げた。また近世以降の儒下神道も勢力はさほどではなかった。 ものの、そこで主張された、名文論は、革新党説に影響を与え、尊能上一層を広めるとともに、倒幕の国民的権利ともなっていった。近代には、新党事務局裁人論争という熾烈な教理、闘争もあったが、結局は、政府も新党に共通する、協議体系の創造の不可能性と、近代国家が、復古新党的な教説によって、 直接に民衆を統制することの可能性を認識したため、大日本帝国憲法によって、信教の自由が認められた。もっとも、それには、欧米列強に対して、日本が近代国家であることを明らかにしなければならないという事情もあった。神道は多信教だが、それ数廃性が強い。1881年の新党事務局裁人論争における、 明治天皇の採決によって伊勢派が勝利の後、アマテ大臣が最高の神格を得たが、敗北した、出雲派的なものが未だに強く残っていたり、宇ジガ信仰などの地域性の強いものも多い。気象、地理地形等の自然現象に始まりあらゆる事象に、神の存在を認める。いわゆる、八百万の神々である。アイヌの信仰にも、共通点があり、アイヌ語の、神と。 神というご関係も深いと考えられている。詳細は神道における神を参照のこと。また、生前行跡があった人物を没後神社を建てて、神として祀る風習なども認められる、人身、自然を感じ取り、そのもののままでは、厳しい自然の中で人間として文化的な生活を営むのにふさわしい環境と状態を自然との調和に配慮しながら、 バランスを取り調節していき、人民生活を見回って、生活するための知恵や知識のヒントを与えたり、少し手伝ってあげたり、体や物を借りた時や何かやってもらった時などには、少しお礼をしたり。それが日本の神が行っていた仕事の一つである。日本人にとって神はとても身近な存在であった。日本の神は 地域社会を守り、現世の人間に恩恵を与える、穏やかな守護神であるが、天変地異を引き起こし、山や死を招き寄せる、語る、性格も持っている、改ま、和魂。このように神は、自然神から人格神へ、精霊的な神から理性的神へ、恐ろしい神から尊い神へ、進化発展があったと捉えることができる。人間も守護神になるという考え方があり、 社会的に突出した人物や、地域社会に貢献した人物、国民や国のために働いた人物、国家に反逆し戦乱を起こした人物、不遇な晩年を過ごし死後怨霊として、たたりをなした人物なども、神として神社に祀られ、多くの人々の崇敬を集めることがある。平安時代以前より出雲において、日本神話との関わりが議論されていたらしく、 い雲も風土記にはよそ風土記とは違い、そういった性格を色濃く見ることができる。鎌倉時代には伊勢神宮の神官による学問的研究が始まり、徐々に現在の人儀信仰の形を取るに至った。そして、そうした伊勢派の努力はやっと江戸末期のお伊勢参りの確立によって、知識人よりも冷静の強い庶民の一部からも支持を得ることに成功した。一方で、 元織の長が江戸期に古事記の詳細な注釈を行い、国学の主流を形成していった。これら神道や国学の目覚めが欧米列教に植民地化されつつあったアジアの中で日本の自覚を促し、明治維新を成功に導く思想的流れの一角を成した。神道が形成される過程において古代は仏教から強く影響を受け、近世では 儒教の日本への流入が大きい。伊勢派の果たしたことはそれに対抗する、浸透側の努力だったと考えるべきだろう。新党氏の本格的な研究は、宮地直一によって体系化された。彼は、神代氏、神話と歴史を区別した講義を、国学院大学の前身である、皇天高級書開催の新職講習会で行い、仁義師、 高天高級書国学院大学出版部として1910年、明治43年に出版している。神道の成立期については、諸説出されている。主な説として、次の4説が挙げられている。その第1説は、7世紀後半、8世紀、律令再始制、天武、児童天皇朝節。この説は、大方の了承を得られる、妥当な学説と考える。 第2節は、8.9世紀、平安時代初期説。提唱者は、高取松葉第3節は、11.12世紀、陰性紀成立説。提唱者は、井上漢治。第4節は、15世紀、吉田新都成立期説。提唱者は、黒田敏夫。戦前は、学校の教科書などに、神についての認識の仕方の説明が載っていた。 尋常小学校の歴史や終身の教科書などには少年少女向けの歴史物語として神話の説明が記載されている。神話の世界はとても人間的な世界で、そこには神と人を隔てる断絶は存在しない。神もまた人間のように仕事をし、生活をしている。昭和八年の少年国史物語では、 神代の物語の項目に、どこの国でも大昔のことは初キリとは分からない。ものだがと前置きをして、神代のことから始まる日本の歴史についての以下の説明がある。神代というのは、我が国の大昔に、相当の身分であった方たちを、後の世の人が尊敬して、すべて神として崇めているところから、その方たちの時代を指して、そう呼んでいるのである。 神道に属する神々を祭神とする八代を神社と言い,い、全国の神社の大部分は神社本庁が統括している。なお、神社本庁は、庁と称しているが、行政機関ではなく、宗教法人の一つである。宮中祭祀に見られるように、皇室と神道は、歴史的事実として、密接な関わりを持つことが挙げられる。また、神道の信仰の対象としての天皇と、 その祖先神の存在がある。多くの日本国民が仏教と神道の習慣と信仰を両立させているように、皇室も神道の祭祀と仏教の行事を共に行っていた。皇室の神道色が強まったのは、朝廷の復権を試行して、皇格天皇が行った宮中祭祀の復活によってであり、それまではむしろ仏教色が強かった。明治天皇の代で行われた。 神仏分離や神道国教化に伴い、仏教と皇室の直接的な関係は薄れたが、皇室膨大寺であった、千隆寺徳内省の特別な関係は、日本国憲法施行時まで続いた。以下は、一般的な参拝の流れである。神社によっては、作法が異なることがある。多くの場合、その旨の表示がある。参拝を行う日は、毎月1日と15日が良いとされる。 参拝する前に、本来は、神の前に向かう前に心身を清めるみそぎが必要である。これは、神が、汚れを嫌うとされることによるが、現代であれば、一般参拝では入浴、シャワーなどで体を清潔にしてから参拝する、心がけが望ましい。神社に到着し、鳥居や神門をくぐる際は、醤油、体を十五度折り曲げる礼するのが望まい。この時には脱帽し、 服装もきちんと整えるようにする。次に、蝶図者にて長図を使い、手口を洗う。これは白紙と神廃止相乗を行う手口。さらには、心を清める意味合いを持つ、一つのみそぎである。長図の作法としては。なお、巫女の補助がつく場合には、作法は巫女の指示に従うようにする。長図を使い終わったら、拝礼を行うために賛同を通り、 社殿へと向かう。神前ではまず神への供物として、供物を捧げる他にお祓いの意味もあると言われる、祭銭箱に祭生を奉納する。次に祭銭箱の近くにある、鈴章を鳴らすが、これには邪気を払う、清らかな音色で神を呼び寄せて、参拝に訪れたことを神に告げる、参拝者を敬験な気持ちにするとともに、神霊の発動を願うなどの意味合いがあるとされる。 鈴ずを鳴らした後に拝礼を行う。拝礼の基本的な作法は、再拝に拍手一拝である。すなわち、というもの。再拝に拍手一拝の前後に、親友、体を45度折り曲げる礼を行うと、より丁寧である。祈願を行う場合は、二拍手と一拝の間に指名、及び居住地と願い事を、声に出して、あるいは心の中で述べるのが、 一般的となっている。また、神音感謝を述べたい場合も同様である。かつて、拝礼の作法は、各神社によって様々だったが、現在の采拝に拍手一拝に統一されたのは、第二次世界大戦後である。現在でも一部の神社では、作法が異なっており、例えば、出雲大社や宇佐神宮、いよいよ彦神社では、四拍手である。伊勢神宮での神事では、八度拝。 8回でとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。